スーパーマグネチック牛乳実況パート13の4かな。やっていきます。また始めるかな？さっきの中間点から、チェックポイントやればいいでしょうって思うでしょ？その労力を考えてみろ。見たいやつは見ればいい。そのチェックポイントからな。そこまでの動画は撮ってるんです。見たいやつだけ飛ばしていってくれそこから。その間も喋り続けないと気が狂うから。こんなのね、一人でやってたら頭おかしくなるから。だから、飛ばさないです。カットしないです、ここは。ここはカットしないでいく。たとえ全然喋れてなくてもカットしない。成長の後っていうものはない。確かにあるんだ。それを見せていく。いきなりここは洗礼だもんな。残機ばかりはあるんだけどね。トロッコのところで作った残機を、あのセーブデータをずっと使い続けてる。つまりニューニーにとってここはもうあの記憶がないってことだな。死んだ記憶がない。セーブっていうのはそういうことだろ。ほっ、あそこ落ちるのちょっと納得できないな。納得ができないな。あのチェックポイントから始めたいな。22機持った状態で。それをニューニューは許さない。まあそりゃそうか。そりゃそうだな。その記憶は引き継げないわ。ここでしょ。よし、ちょっとやっぱ前側に行かなくちゃダメなんだな。ここがなんかな、でもやっぱ難しいよ。やっぱ最初に難しいところを持ってきてるね。このチェッククリアすると幾分楽だもの。いけたもの。最初に山場を持ってくるところが、ある意味制作者の優しさを感じる。ある意味ね。これがさ、もしも一番最後の最後だったらさ、そこまでたどり着くまでが大変だもんね。しょっぱなに持ってくるところはまだ多少なりとも、お、いけた。いけたね。なんで手かかんないんだろう、今の。かかってもいいよな。黒焦げ。黒焦げ海賊だ。ダメだね。早かったのは分かってる。壁と向き合う。よし。まあ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 。行くぜ。ついに行くぜ。だいぶ慣れてきたな。うお、危ねえ。向こうの壁を沿わせながら行くってことかな。安全を期す。よし。どこにトントンねー。
やっぱこうダッシュできないね、滑る床は。滑る坂道はダッシュでダダッといけたりするもんじゃないな。あ、いや、ちょっと、距離は飛べるわ。やっぱこれは下金網だな。ジャンプしなくていいかも。行くぞー。これもしかしたらさ、思ったんだけど、ここジャンプダッシュでいけね、これ使わなくても。試す？試さない？試さんでいいか。そんな危険を犯す必要は何一つない。まだここか。そうか、この時間かけるところか。踏ん切りが、ここすらまず。落ちそう。慎重に。そんなにこう実は難易度高くない、多分。そんなにはね。心さえ焦らなければ、そんなにここは難しいところじゃない。よし。さあ、まず赤。青、赤。よし。ここもいける。すげえな、人間。成長しますね、人間。すげえな人間、すげえな人間実況。どうもアザラシです。何気ここもクリアしてんだな。やりおる人間、やりおる。まあ、残機やべえ。若者の言葉やべえを使っていく。残機やべえ。別に残機はやばくない。若者の言葉がやべえって。でもさ、やばいなんて普通だよな、言ってみりゃ。チョベリグとかに比べりゃ全然いいよな。チョベリグってなんだよ。そんな時代に本当にな、生きてないよ。その頃若者ではなかった。よし、来たー、中間にゃしろい。なんぼのもんじゃい、おりゃー、おりゃー。ここまで11分。これ手はいる、ここまで。これ手はいる。うん、問題ない。これにね、うまいこと。ここまでは来れてる。ここまでは来れてる。こっから。とか、ちょっと、踏切が悪いな。あの、十字、
全然十字架じゃないんだ。棺桶の踏切が悪いな。ちょっと無言でやってるな。集中してるから、集中してるから無言になっちゃうな。ゾーンに入ってるな。無駄なおしゃべりができない。あ、甲冑で、集中してるから、無言だからうまくいってるかっつったらそれは違うんだけどな。喋りながらの方が案外、いやそれはまあないか。やっぱりうわ、いけた、すげえ、これいけました。これは何、どうすればいいの、倒せるの、倒せるわけでもない、そりゃないって、倒せないから。棺桶使って向こうを渡れと。もうやだよこれは。これ何が嫌ってさ、これを置いてるのが嫌だよな。別にここをさ崖にしてくれたらさ、まあそういうもんかって思うけどさ、これ倒せない敵がいるっつうの、なんて言ったらいいかな。別にこれなくてもいいじゃんっていうね。この崖の前でもいるのに、あえてこれを置くっていうセンスの高さを感じるね。やろう。もう釣れる気がしないかな。あ、やっぱりか。やっぱそうなるか。あ、そうそう。ここからか。よかった。じゃあ、じゃあ、じゃあ。じゃあ、じゃあ、じゃあ。うん、じゃあ、赤にもうワンタッチで、ワンタッチで飛び乗るわ、そしたら。ワンタッチで。こうだ。よし。そりゃあないって。そりゃあないって。殺生な。測れんな、距離が。距離が測れんな。もう多少打ちのめされてるよ。これ一気アップあるからさ、何回でもチャレンジできますわ。なるほど。ここまでおいでよ。来ないか。ここまでは来ないね。よし、よし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 。長えもん、全然終わんねえもん。いつになったらこれ、これさ、落ちて大丈夫系？大丈夫系。じゃあ何のためのあの上の振り子なんだよ。何のための振り子なんだよ。じゃあ取るよ。取るよこれ。遠慮なく取っていくよ。この、ファナを仕掛けてくる。ダッシュしないといけないよな、あの緑の。あの緑のところは。ダッシュしないと。ダッシュしてもちょっと遠い。ここはあんまりもう考えずに行こう。考えずに行こう。あんまり考えずに行こう。いけるんだ。そんなに、そんなに頑張らなくてもいけるんだ。そう、これは別に、ダッシュすればよかったかな。ダッシュすればよかったかな。何が言いたいかっつうと、これはね、あの、かわすだけでいいんだよ。で、チューっていけんね。チューっと。よし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 。めっちゃ難しくないよ、これは。ジャンプがちょっと遅かった。ちょっと遅かった。連打してたけど遅かった。これは別に飛び移って、飛び移ってもう一回飛び移ったりだけだから、そんなに難しくない。そんなに難しくないとは。飛び移っ、受水自殺、受水自殺。いや
しいよやっぱな。肝が冷えるぜ。ああ、来る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 、怖いのが来る来る、怖いものがやってくる。まあ焦りがな、心の中にあるわずかな焦りが取られてるね。そこを見られてる、制作者に。心の中のわずかな焦りがあるのがね、これだ。心の中のわずかな焦り、それが見られていた。心の中のわずかな焦りというのは、ここでは今録画撮影時間が17分っていうのは、ここわずかなね焦りなんですね。なんとか20分に収めたい、早くゴールしたい、そういう風な心の中の葛藤っていうか、その叫びがさ、動画の中でこの棺桶に飛び移らせさせないという自分の中にね、それに現れてるっていう感じですね。もしなんここはもう別にただ行くだけ、このただの沼地と分かった以上、もう怖くもなんともない、ただの沼地と分かった以上。さあ問題はここですね。多分もうゴールじゃないかな、この向こう。ゴールっぽくない。いきますよ、元気があればジャンプも、ダッシュジャンプもできない。心の中の焦りが垣間見える。よしで飛び移って、まあ一応取っとくか、5枚分だが。なんで難しいんだろうこれ、なんで難しいんだろう、なんで超えられないんだろう。なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな、あれがそんなに難しいとは思えないんだけど。ダメだ、頭がだんだん回転しなくなってきてるな。あそこがあんなもんクリアできないってことによって、なんかすごく、もしかしてちょっとだけ試していい、無駄なこと。ここをさ、こっち側でこうかわすと、さあこうか、多分向こうゴールなんだよ。まだゴールじゃなかった、まだゴールじゃなかった。ちょっと向こうが見えた。安全に行くよ、おいで。よし。お？復帰。神復帰。そんなに神は安くないです。神復帰に対して自分で冷静に突っ込み。よし。ん？なんか向こう見えるな。まあ行こう。ゴールじゃん。なんかないか、怪しいな、このコインが怪しすぎる。やった、やったやった、うおー、ゴールだ、よっしゃー、イエス、やりましたー。
てや。おおお、ピンピンポーン。ツッコミどころポイント。今回のニューフェイスでやすがに芋焼酎スナックピリペでセーブをこよなく愛するマカロニヤロに会ったでやすいよ。ですっかり仲良くなっちまいましてね。ついでに仕事くれっていうもんだからちょこっと体いじっちゃいました。ブロンソン入ってて日曜拳銃も素早い期待の新人どうでやす。うん、バナナ2本しかなかったぞ、あのマックシェイクみたいなやつ。せめて3本ないとバナナ感伝わらんよな。あれじゃ、まあいいや。あれじゃ、なんか芋あげたやつみたいに。クリアしたぞ、クリアしたぞ。よし、ちゅうことで、この地獄のパート13がついに終わった。やったぜ、やったぜ。はい、したら終わるんだよね。じゃあここまで。次回ボス戦ですね。マカロニウエスタンと戦うことになるそうだ。ほいじゃあまた。